ダニエル・フブマンは、スイスのトゥールガウ州出身のオリエンテイリング選手で、世界選手権やワールドカップで、これまで数多くのメダルを獲得している、世界トップレベルの競技者の一人である。まず特筆すべきは2008年と2009年に、世界選手権のロング種目を連覇し、2011年には、スプリント種目で優勝。また2009年のワールドゲームズでは、ミドル種目において、 金メダルを獲得しており、オールラウンダーと言えるだろう。2008年のワールドカップでは、ティエリー・ジョルジュやマティアス・スメルツを破って、総合優勝を果たしている。世界的に名高いリレー大会タイミラやジュッコラでもその、実力を遺憾なく発揮し、チームメイトであったマティアス・スメルツと共に所属クラブを優勝へと導いている。フブマンはジュニア時代からその頭角を表し、 2002年スペインのアリカンテで開かれたジュニア世界選手権ではロング種目で金メダルを獲得、またリレー種目でもスイスを優勝へと導いた。国際オリエンテリング連盟によるアイフフットオーランキングでは2011年12月10日、現在ティーリー・ジョルジュに次いで世界2位となっている。過去最高ランクは1位であり、 2006年や2008年に1位となっている。2002年にはスイスのジュニア最優秀スポーツ選手に選ばれており、また同年と2008年にはトゥールガウの最優秀スポーツ選手に選ばれている。世界最優秀オリエンテリング選手にはこれまで2008年と2009年の2回ほど選ばれている。ありがとうございます。